はい、でちょっと最近のちょっとまあお話ししてほしいですが、はい、まあ、クッケちゃんグラビア出たっていうのは嘘だったんですが、すいません、アーンさん申し訳ございません嘘だったんですが、最近どうでしたか、はい、まあ、本公演ミスター雷終わりまして、終わりまして、はい、なおちゃん見に来てくれました、ね、はい、来ました、おばさん役でしたよね、もうね、関西のおばちゃん役でね、そうですよ、もう全部言っていいんだよね、言って大丈夫ですもん、あれ、ワイフっていう、ワイフっていう、ちょっとおばさま集団がいるんですよ、そうです、そうです、その集団の中の一人なんですけど、クケちゃんその中でまあ一番目立ってて、あの関西のおばちゃんだから、ここに虎が大きく書いてあってで、ヒョウ柄のスパッツ履いて、そうなんです、で、なんか靴も派手だったっけ、なんかね、靴はまあ普通でしたけど、なんか普通だっけ、なんかもう全身結構アピールしてたよね、そうですね、うん、関西弁で一人、関西弁でね、歌も歌ってましたよね、歌も歌ってましたね、夜中に自分の部で目が覚めたって歌ってましたそんな歌歌っててのおかしいでしょ、もうさ、クケちゃん当て書きなのあれって、そうですね、座長が、そうなんだ、そうですね、やっぱり三宅裕司さんが、はい、ね、あのこの役は、まあ、こういうキャラクターで、クケはこういう役で、そうですね、っていう風に、はい、やっぱりそうなんだね、うん、まあ、その当て書きの人と、まあ、そうじゃない人もいますけど、うん、そうです、あの私は結構分かりやすいキャラクターなので、うん、だいたい当て書きで、でもさ、関西弁の役ってさ、意外と少ないんだよね、少ない、あのルイルイのあれでやっただけです、悪い女でで、初めてやっただけで、 あれ初めてだったんだね、うん、あれ以外でやったことない、うん、そうなんです、そうなんですね、はい、本公演では初めての関西弁役で、そう、うん、いやー、どうでした、楽しかった、まあ、ね、乃木坂ちゃんね、乃木坂ちゃんがまた可愛い、アイドルのお二人が、桜井玲香さんと、私、玲香さんの方しか見てないんだね、そうだね、江藤美沙ちゃん、江藤美沙ちゃん、うん、はい、素晴らしいお二人が、そう、ダブルヒロインでね、ただすごいですね、やっぱ掛け声が、ああ、やっぱおじさんの声美沙はっつってミサミサーってあんな太い、はい、そうだよね、レイカーって太い、いやでもさ、あの私なんか、まあ、そんなに詳しくなくてもさ、普通に、うん、あ、可愛い方だなと思って見ててさ、歌声がやっぱり素晴らしい、ね、アイドルのね、可愛らしい歌声で、うん、私生活も可愛いんですよ、私生活、うん、そんなプライベートまで踏み込めたの、いや踏み込めないですけど、うん、いやいや、あの日常やっぱね、私たち普通にね、そう、接してても、うん、女子に対しても男子に対しても、はあ、ありがとうございますって、こうずっとこういう感じで手触ってくるの、はい、もうあのスキンシップをちゃんとしてくれるんですよ、それは女性でも男性でも一緒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 、だからもうみんな嬉しい、男性はもう目がハートになってる、そうです、みんな虜です、ほんとだね、はい、女子劇団員、女の子でもキュンとするね、そうなんですよ、女子劇団員なんかには見せない笑顔をね、うん、あいつら見せとります、ね、本当に、毎回ね、本公演はいろんな方がね、はい、いろんな女優さんとかね、ゲストにいらっしゃるもんね、いやすごい面白かったですよ、無事終わりまして、あれも終わりまして、お疲れ様でした、はい、打ち上げも、はい、毎年恒例の打ち上げも終わりまして、はい、毎年恒例でですね、実は SET さん の, あの劇団の打ち上げではですね、はい、大入りを配る、まあそのね、はい、大入りタイムというのが、まあ、ありまして、はい、その時にはですね、毎年恒例で久下さんがモノマネをするんですね、そうなんです、はい、で、まあ、ある年はふなっしーだったり、久下氏ってね、はい、あの本当に本気の久下氏なんですよね、はい、あ、腹ですねここからここがふなっしーの顔がついてるそう、あと上はなしの顔、そうなんですね、で、はい、本気のやつをやってくれてる、ね、そうですね、杉ちゃんの回もありました、あ、杉ちゃんもあったね、久下ちゃんの回もありました、あやとちえさんのもあったし、はい、ありました、はい、で、今年は誰をやるんだろうなってワクワクして、はい、この間会った時に聞いたら、はい、誰だったんですか、ですね、はい、いいじゃないのいいじゃないのっていうエレキテル連合をやりましたちょっとちっちゃいかな、これ見えますか、これちっちゃい、これちっちゃすぎますよね、はい、これ、はい、あ、ごめんなさい、はい、素晴らしいですね、これもう一人はあの同じ劇団員の服部さん、服部さやちゃんが、ダメよダメだね、そうそうそう、あけみちゃんの役をね、あけみちゃん役をねやったんですよね、そうなんです、どうでした、盛り上がりました、盛り上が、今までで一番盛り上がりました、はい